はい、始まりましたハイチのダラダラジオ第180回でございます。今回テーマが不安、自信がない、無理っていう感じ、そのテーマね。で、下に書いてありますけど、次回このチャンネルについてっていう、ちょっと次回の話を先にします、最後にね。で、アンケートもお願いしますので、ちょっとね、長くはなんないように気をつけるんですけど、もしよかったら、最後までお付き合いいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに下の子ちょっと抱っこしながら喋ってますので、声が入ったら申し訳ないんですけど、じゃあ行きましょうね。で、今回、まあ、受験生に対する、まあ、相談メールというか、すごいね、メール今、まあ、一番多いね、どんどん多くなってね、言ってるんですけど。で、まあ、それに答える形なんですが、おそらく受験生に対するダラダラジはこれが最後になると思います。多分なんですが、はい。なので、まあ、何かね、こう伝えられたらいいかなと思ってるんですけど、おそらく、まあ、メール見てる感じ、全部のね、都道府県は知らないんで、把握してないんですが、2月の13、この週から結構、公立の前期が始まるとこが多いみたいです。自分が、まあ、もともと塾講師、自分埼玉県でやってたので、埼玉とかはね、公立も1回勝負なんですよ、今。そう、だから3月2日で、ちょっと遅くなるんですけど、でも前後期、ある方はそろそろ勝負ですよね。で、やっぱ勝負が近づくってなると不安が増すと。で、不安が増した結果、メールでその不安、自信がない、無理っていう3つの単語がめちゃくちゃ溢れるという感じ。もうその3つのワードね、めちゃくちゃ多いですよ。多分一番ほんとピックアップしてったらその3つがトップ3だろうなと思う感じで書いてあるんですけど、結構ね、ダラダラジオを普段聞いてくれてる方からのメールが多い気がするんです、読んでる感じだと。だから自分がね、不安はなくならないんだよって、不安はいいんだよ持っててっていうのをよく言うじゃないですか。で、それをまあ書いてある子もいるわけですよ。うん、それは分かってるんですけどみたいな、でももう不安で寝れないんですみたいな、自信がない、どうせダメですよ、まあ、諦めていいですかみたいなね、もあったりするんですよ。で、今回伝えたいことは、このダラダラジオを聞いて、いや、聞き終わったらさ、もう自信に溢れちゃうわよみたいな、そんな魔法使いみたいなことはできないです、俺には。だから本当に思ってることを喋るしかないから、もしかしたら聞くことによって気持ちが萎える方に行くかもしれないです。だからちょっと不安な方、いやこれちょっと今聞かない方がいいかなと思う方は、ここでピッて消した方がいいです。何喋るかっていうのは本当に思ったことを喋るだけなんで、俺は。そう、いいかな。まあそれでもね、よかったらこのままね、次聞いてもらえたらと思うんですけど、で、思うことは、まあ、いつも言ってるように、別に不安だろうが、自信がないと思うだろうが、無理って思うだろうがいいですよ。いい、別にね。できればそれを口に出してほしくないとは思うの。自分、口には出さない方がいいの。ネガティブな言葉っていうのは口に出さない方がいいから、絶対に。思ってもいいからさ。ってのもあるんですけど、一番は諦めるなっていう。そう。これね、多分全部の子じゃないの。本当に一部の子だけだったんだけど、やっぱり諦めることがもうね、気持ちの 90% ぐらいも諦めの気持ちでも染まってるんだよね。でもあと 10% で頑張ってこう踏ん張ってて、そこでメール送ってきてるみたいな子が結構多いのね。で、なんでそのね、諦めるところにこうフューチャーして喋るかっていうと、いや待てと、だってここまでやってきたんだよみんな。いやいや、だってさ、おそらく俺のダラダラジオ聞いてるってことは、普段自分の動画を多少なりとも使ってくれてると思うの。もう一回ね、再確認で言うけど、 YouTube には楽しい動画がいっぱいあるんですよね。みんなね、多分好きな YouTuber さんいると思うんだけど、その中でその時間を割いて YouTube で勉強しようと思って勉強して動画を見てるんだよ。俺ね、それすごいことだと思うの。いや、配信してる俺が言うのもおかしな話なんだけど、だってね、俺もね、好きな YouTuber さんいるわけですよ。まあ、はじめさんとか、はじめ社長とかそうだし、あと花尾さんとかね、最近ちょっとね、よく絡んでる花尾さんとかもそうですけど、見るもん、見たくなるもん、仕事をしてる時でも。見ないよ、ちゃんと俺時間決めてやんないとダラダラしちゃうタイプなんでね、そこは管理するけどさ。でもその中で自分の動画をピッて開いて問題を解いて確認して、で、分かんなかったら説明聞いてて使ってくれてるわけじゃんか。いやいや、そうやって頑張ってきたんだよ。自分の動画だけじゃないでしょ、塾行ってる子もいるだろうし、問題集買ってやった子もいるだろうし、思い出してごらん、ここまで頑張ってきたこと。俺ね、何が悲しいって、諦める気持ちって、みんながやってきたこと全部を無駄にすることなんだよね。それが悲しくてしょうがない。てか、悔しいな、の。普段、塾講師、やってた時はね、目の前に生徒がいるじゃん。いるよ。だからその時にも、なるんだよ。みんなが今送ってくれてるメールみたいな状態になるの、気持ちが。
でもその時は顔見たらわかるからさ、もう表情でわかるし、そう。だから例えば面談室呼んで話し込んだりとか、ね、いっぱい泣かせてってあれだよ、こううわーって言って泣かせるんじゃなくって、気持ちを吐き出させて泣かせるので、スッキリさせたりとか、そういうのもいっぱいしてたし、そう。ただできないからさ、 YouTube だから、ここそう。だから一方的にこうやって伝えることしかできないんだけど、もうね、一番伝えたかったのは、諦めるなって、ここまで来たら。あのね、勉強だけじゃないの。スポーツの大会でも、例えば演奏、楽器のね、例えばなんだ、合唱コンクールとかもそうだし、出てこない言葉が、うわー出てこないよ。吹奏楽部の大会とか演奏会もそうですけど、本番前は不安になるって。いくら練習してきても、練習してこなかった、ちょっとあの時サボっちゃったな、みたいなことがね、目につくんだよね。思い出すのはそっちだからさ。でも、そこばっかり思い出す必要はないの。ごめんね、下の子泣いちゃったね。ちょっと立って喋るよ。ネガティブな気持ちにさ、なって、そこだけ思い出してもしょうがないんだって。うちら人間だから、ずっとずっと 100% の、いや、今日も100点です。俺、今日も100点。私、今日も100点。みたいな。そんな過ごし方はできないんだって。もうめちゃくちゃハートが強いみたいな。すごい、なんだろうな。もう、イチローみたいな。まだイチローさんがそうなのかわかんないけど。うん、そこまでのプロフェッショナルになったらわからないよ。でもみんなも学生だし、俺31だけど、全然そんなことないもん。うん、毎日まあ70点取れたらいいかな、みたいな。自分に甘いんでね。そう。そんな感じで過ごしてますけど、その100点取れなかった、じゃあね、勉強したのを思い出した時に、今日は30点、20点だった、もうサボっちゃった、寝ちゃった、遊んじゃった、みたいな。日もあっただよ、きっと。あるある。でも、それ以上に頑張ってきたはずなの。いっぱいやりたいこと我慢しただろうし、ね、いっぱい泣いてきたかもしんない。それでも今日まで勉強して頑張ってきたわけなんだよ。もちろん受験だよ。ね、勝ち負け。まあ、勝ち負けって言い方悪いけど、合格不合格が出るわけ。決まるから、そこは。だから、そのね、勉強した成果が全部出るかもわかんないし、それが結果に結びつくかもわかんないの。だから不安になるし、いいんだよ、それは。不安なことはね。だけど、諦めようとか、もう無理だとか、自信がないからどうせダメなんでしょっていう気持ちで受けてしまったら、今みんなが持ってる力の半分も出せないよ。いい？メールでね、何人か5、6人の方がね、その自信が欲しいんですって。根拠がなくてもいいから自信をくださいっていう方がいらっしゃったの。何人かね。で、この俺からの一方通行で根拠のない自信を与えられないです、きっと。なぜなら自信は自分で見つけなきゃいけないから。自分、俺がさ、例えばみんなに、絶対受かるから。大丈夫、絶対受かるよ。ここまで頑張ってきたんでしょって言って、それで、よっしゃ、受かるって。思う子もしかしたらいるかもしんないけど、ほぼほぼ思わないよね、きっとね。は？何言ってんのこの人。ってなると思うんだよね。だから、その根拠ない自信は与えられないけど、でも、そのきっかけとして、みんなが頑張ってきたこと。だからできれば、問題集とか、ノートとか、よくね、自分のなんか、ハイチ先生用ノートって作ってくれる方多いのね。自分の動画のことだけをまとめたノートとか作ってくれて、その、こんな風にやってますみたいなのをメールとかツイッターで送ってくれること結構あるんですけど、そういうのを思い出して、思い出が見て確認して、これだけやってきたじゃんって、いうのを思ってほしいの。もう一回言うよ。思い出すべきことは、サボった日のことじゃないの。頑張ってきた日のことを思い出すの。もう、ここまで来たら。で、根拠ない自信がそこまでテストのね、試験本番までに身につけられるかわからないです。きっと中学生、ね、ふわっとネガティブな子が多いです。ネガティブな子が多いから、根拠ない自信ってなかなか難しいの。でも、受験本番の時に、おっしゃ、私絶対受かる。そこまでいかなくてもいい。でも、あ、でも頑張ってきたよね、私って。じゃあ、今日やれることを全部やってこようって。そのぐらいに来たらもう十分だから。ぜひその気持ちで受験本番を迎えてほしいの。どうせとかそんな気持ちいらないって。ここまで来たらね、あのみんなのそばにいるわけじゃないからさ、本当に無責任なこと言ってるのは分かってるけど、でもどうしてもみんなのメールを見てるとそれが伝えたかったので、今回ねこの話をさせてもらいました。言いたいことまだいっぱいあるんだよ、いっぱいあるんだけど、でも多分いっぱい喋っちゃったら喋っちゃったで、
霞むと思うんだよね。そう。だから、今回伝えたかった、その一番伝えたかったことをね、今回喋らせてもらいました。はい。なんかね、嘘くさくなるんだよ。きっと嘘くさくなるんだけど、もうね、心の底から応援してっから、マジで。自分の動画見てくれてる子がさ、100% 全員受かるなんて無理なことは分かってる。そんな綺麗事なのも分かってんだけど、でもさ、願わせてよ。みんなの合格。ね、心の底から、みんながね、まあ、みんなの合格一番願ってるけど、でも、それ以上に受験が終わった時に、やりきったって、よしって、まあ、どっちか分かんないよ。結果分かんないけど、終わったって、いい笑顔になれることを心から願ってますんで、もうね、本当にもうラストスパートでね、もう一踏ん張りだから、ぜひね、頑張っていってください。ね。はい、ということで、あと、下二つですね。で、次回なんですけど、このチャンネルについてっていうのは、こういうの動画やってますっていう紹介動画ではなくって、このチャンネルについて、ちょっと真面目な話を次回していきます。4月からですね、この動画、このチャンネルですよね、このチャンネル、の方針というか、もちろん勉強動画を撮っていくのは変わらないんですけど、まあ、ざっくり言うと、例えば、この前、料理動画、生チョコ作った動画上げたんですけど、あれがね、思った以上に、こう、良かったと。で、面白かったですって感想だったら、こういうふうには思わなかったんですけど、なんでこういうふうに思ったかっていうと、こういうふうに思ったっていうか、何が引っかかったかっていうと、こう、勉強の息抜きになりましたって。で、それを見ることによって、なんか勉強頑張ろうって思ったんですよ、みたいなのを結構言っていただいたんですね。で、自分は全然そこにそれを期待してなかったから、あ、そうなんだっていう、まあ、発見をさせてもらったっていう感じなんですけど、で、もちろん、それを続けていくかはわからないです。で、他のこともちょっといろいろ考えてるんですけど、こういうのを撮っていこうみたいな。そう。で、それを、まあ、そういうのをちょっと喋っていきます。で、おそらく、いや、勉強チャンネルから勉強だけやっとけ、ボケって。思う方もいると思うのね。で、まあ、そういうのもあるんですが、まあ、今回コメント欄とかに、例えばこういうの、面白いですよね。で、勉強からかけ離れた、例えば、なんだろうな、昔で言うネタだったら何、コーラにメントス入れていましたとかさ、激辛料理食べていましたとか、そういうのは取らないです。そういうんじゃなくって、そう。もちろん若干、なんだろうな、見て気分転換になるぐらいのものなんですけど、まあ、真面目にちょっとふざけたものとかだったらいいかなとは思うんですが、まあ、まあ、こんなんどうですかって思うものがあれば書いていただきたいと。で、それを見ながら次回ちょっと喋っていきたいなと思っております。そう、再確認ですけど、勉強動画をやめるわけではないので、それは続けていくよ。それプラスの話ね。そう。なんか、まあ、全員じゃないだろうけどさ、見てくれてる方が、こう、勉強の効率上がるんだったら、自分はいいなと思ってるので、で、だって、見る見ないは選択できるわけじゃん。そう。だから、いや、みたいな。思う方は見なければいいだけの話なんで、そう、と思ってね、それを、まあ、ちょっと喋っていきたいと。で、それに付随するわけじゃないんですけど、ちょっとアンケートお願いしたいことがあります。で、ツイッターされてる方は、この、ダラダラジオがアップしてる、アップ後の、まあ、30分以内に、ツイッターのアンケートってあるんですよ。で、それ、やっておきますので、ツイッターされてる方は、別にフォローしなくて構わないから、ひらがなの配置、ひらがなでお願いします。ひらがな配置3文字で検索したら一発目に出てきますので、その人のとこに行ってもらって、何をアンケートするかっていうと、普段みんなが自分のね、俺の動画を見てくれてるときに、例えば動画を探すことっていうのがあると思うんですね。で、それを、自分の今 YouTube で作ってる再生リストを使って、まあ、動画をこう、なんだろ、一覧にして探したりするのか、それとも自分のホームページで塾チャンネルっていうホームページがあるんですけど、そこを使って探すかっていう二択。で、いや、探すこととかないからっていう方は答えなくて構いませんので、その二つを、ぜひ答えてください。これちょっと今後のことですごく大事になりますので、ぜひよろしくお願いします。では、喋りながらね、下の子寝ちゃいましたけど、今回は、ハイチのダラダラジオ、不安、自信がない、無理、について、ま、についてっておかしいか、に喋らせてもらいました。なんかね、拙い言葉だったと思うんですよ。思うんですけど、なんかが伝わってたら嬉しいです。はい。では、次回はね、まあ、このチャンネルについて、少しね、真面目な話をしていこうと思いますので、もしよかったら、次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。